GO です。今回はペットロスを乗り越える方法トップ3を発表します。なぜ今このテーマを取り扱うのか。それはちょうど1年前がタピオカちゃんの命日だからです。ペットを飼うと必ずお別れは来るので、ペットロスと向き合うための動画はいつか必ずやろうと思っていました。そしてタピちゃんの一周期である今が個人的にもちょうど良いかなと思いました。話を戻します。さて皆さんに質問です。人生において一番辛い出来事は何ですか？こういうことは普段あんまり考えないからちょっと悩みますよね。私にとって一番辛かった出来事は大切な人の死でした。経済学的な指標でも死別によるダメージをお金に換算すると男性は約5000万円の損失、女性は約1000万円の損失と同じ程度のダメージがあると言われています。そしてペットを愛する人にとっては長い間共に生活してきた動物の死もまた家族や友人の死と同様に辛いものですね。実は飼い主によってはその悲しみを克服できず、うつ病などの精神疾患になってしまい、最悪の場合は心臓病などの身体的な病気にまで発展してしまうケースがあります。これはかなり大きな問題ですよね。しかもペットの飼い主なら誰もが通る道です。そこで私は大勢が見る YouTube でペットロスを乗り越えるための動画を作ることで、あなたが少しでも前を向けるようになるためのお手伝いができるかもしれないと思いました。今回はペットロスを乗り越えるための方法を3つ紹介しますが、実践するのは3つのうち1つだけではなくて3つ全て実践していただけると大きな効果があると思います。なのでぜひ最後まで見ていただければ幸いです。そして今回の動画でお話しする内容はペットロスに苦しむ人だけではなく、今一緒に過ごしているペットとのお別れが近づいている人にとっても参考になる内容になっています。内容はネットに載っているものとは少し異なります。実は私の母方の実家はタイのお寺なので、タイの仏教の考え方を少し盛り込みました。ちなみに名字はブッティウォンと言いまして、名字にブッティが入ってるくらいに仏教には馴染みがあります。この考え方があなたの支えになれば幸いです。それでは早速第3位からいきましょう。ペットロスを乗り越える方法第3位、毎日を忙しくただし健康的に過ごす。ペットが亡くなったショックが寝ても覚めても心から離れない時は、没頭できることをたくさん見つけて一日を没頭できることで埋めましょう。ペットが亡くなった時のショック状態は精神医学では混乱状態の一種だと言われていて、混乱が収まるには時間をかける必要があります。この混乱の内容を具体的に挙げると、現実が受けられないことへの混乱、変えられない過去への後悔による混乱、強すぎる悲しみによる混乱などが挙げられます。これらを乗り越えるための方法は第2位と第1位で説明しますが、混乱は時間をかけないと収まらないことも事実です。つまりペットが亡くなってから数ヶ月から1ヶ月くらいは何をしてても辛い状況が続きます。その期間をやり過ごすための方法として、1日を没頭できることで埋めるということをお勧めします。それでは例を挙げます。朝や通勤時は読書をする、音楽を聴く、勉強をする。休日や余暇は定期的に軽い運動をする、知人や友人と会って会話する、趣味に没頭する、料理など新しいことを始める。そして特に重要なのが健康生活です。食事は必ず取る、眠れなくても横になって休む。精神と身体の健康はつながっています。病気、寝不足、疲れている時にいい気分になることはほとんどありませんよね。何か嫌なことがあった日も体調が良ければリセットしやすいけど、体調が悪ければずっと引きずってしまう、そんな経験が皆さんにはあると思います。ペットロスも同じです。精神的に大きなダメージを受けているのだから、まずは体を健康にしましょう。そして大体1ヶ月間は忙しい日を過ごすと良いかもしれません。ペットロスを乗り越える方法第2位、1日10分を祈りの時間に捧げる。第3位では混乱状態に自分の生活が飲み込まれてしまわないために、あえて忙しい日々を過ごすということをお勧めしました。しかし次第に心が立ち直ってきたら、次は亡くなったペットに祈る時間を設けましょう。祈りの内容は何でも良いです。例えば一緒に過ごした日々を思い出して、楽しかった時のことを感謝する、笑った時のことを感謝する、心配しながら看病した日々を思い出し、
大切な存在だったことを再度認識する。そしてありがとうと一言つぶやきます。これは仏教的な考え方ですが、実は精神医学でも効果的であるということが報告されています。仏教では個人を祈る習慣を儀礼と言います。儀礼によって残された人は前進することができるようになります。例えばこんな2人を想像してみてください。父親と息子がいます。この2人はいつも口喧嘩をしていて、顔を合わせるたびに罵り合っていました。しかしある日父が亡くなってしまいました。父に話しかけてももう返事は返ってきません。息子の声はもう届かなくなってしまったんです。息子は後悔しました。もっと感謝を伝えたらよかったと思いました。だから息子は父の墓前で毎朝ありがとうと言うようになりました。この話であなたに注目してもらいたいのは、父の生前悪口ばかり発していた息子が父の死後感謝を述べるように変化したという部分です。個人への儀礼が習慣になることで、人のあらばかり探して責めていた性格からお礼を言う性格へと次第に変化していけるようになります。そうすると残された人の人生も好転していきます。ペットロスは悲しいけれど、残された私たちはペットに祈りを捧げることで前進することができるのです。またこの話は精神医学的にはコンティニューイングバンド理論と言われています。死別した人が個人との愛着を維持し続けていることが死別への良い適応に不可欠であると言われています。ちなみに私もスマホのロック画面やホーム画面をタピオカちゃんの動画で設定しているので、スマホを見るたびに元気なタピちゃんの様子を見ることができます。ぜひ参考にしてみてください。ペットロスを乗り越える方法番外編。同じ経験がある人と話をする。自分と同じような体験をした人と話すことで心を軽くしたり悲しみに耐えることができます。実際に欧米ではペットロスに苦しむ人に対する精神科医やカウンセラーの介入が有用であることが示されています。またボランティアによる電話相談なども行われていて広く活用されているようです。悲しかったら涙を流すなど感情を素直に表現すると良いと思います。ペットロスを乗り越える方法第1位、亡くなったペットの分まで幸せに生きると決める。これは第2位の延長線上にある話です。死後の混乱状態を突破して亡くなったペットに祈れるようになった時、あなたの精神は前を向く準備ができています。その状態になったら第1位を実践してみてください。ペットが亡くなった悲しみは消えません。ふとした時に思い出して泣く日もあるでしょう。しかし天国にいるペットたちはあなたが泣いて過ごす日々を望んではいないでしょう。ペットにとってもあなたは大切な飼い主だから、ペットもあなたが幸せに生きることを願っています。だからこそあなたにこの言葉を送ります。悲しみと戦う唯一の方法は行動して前に進むことです。行動こそがあなたの傷ついた心を癒して悲しみを思い出に変えてくれます。行動して豊かになって幸せになってください。またペットたちと天国で再会した時に、素敵な人生を送ってきたよと楽しい思い出が話せるように行動してみてください。悲しいからこそ今すぐ行動して乗り越えましょう。それがあなたをより良い未来へ導いてくれる唯一の道です。動画のまとめに入る前にお知らせです。インスタグラムのアカウントを開設しました。こちらのインスタグラムアカウントではキビちゃんとポテちゃんとタピちゃんの可愛い動画や写真を投稿しております。毎日ねアルバムのようにして参照して癒されたい方におすすめですので、ぜひフォローお願いします。またキビちゃんの YouTube チャンネルも絶賛運営中ですので、ウサギが好きな方はぜひフォローしていってくださいね。それではまとめます。今回はペットロスを乗り越えるための方法トップ3を発表しました。第3位、毎日を忙しくただし健康的に過ごす。第2位、1日10分を祈りの時間に捧げる。第1位、亡くなったペットの分まで幸せに生きると決める、でした。最後にこの動画を見てくださってありがとうございます。この動画が少しでも良かった、役に立ったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。これからも頑張ります。ではまた次の動画でお会いしましょう。